レンスターガーデンズはロンドンベイズウォーターにある通り。シティオブ・ワイストミンスターに位置し、ハイドパークに向けて南北に走る通りである。レンスターガーデンズの位置。すぐ南にはハイドパークがある。戦術の通り、シティオブ・ワイストミンスターに位置する。南側にはベイズウォーターロードを挟んで、ハイドパークが存在する。隣接する通りや地区にはクイーンズウェイ。 クレーブンヒルガーデンズがある。左側の22番地には居住者がいるが、右側の23番地は、ハリボテのファサードである。23番地の窓は灰色に塗られ、ドアは見せかけのものになっている。鉄道の線路、通気口になっている、ファサードの裏側レンスターガーデンズには、23番地、24番地に2つのファサードが存在する。 外見からは普通の建物に見えるが、実情は壁だけであり、窓やドアも見せかけのものである。これは1860年代後半に当時使われていた蒸気機関車牽引式のメトロポリタン鉄道が屋外に出るように22番地から25番地を打ち抜いて作られたものである。この路線の機関車は煙を減らすため複水式蒸気機関車が選ばれたが、 それでもコンデンサーをっぱなしをしとんねる内の煙をなくすため、外に開けた空間での空気抜きが必要だった。この地区は上流階級向けだったため、メトロポリタン鉄道は住民に換気口が見えないような工夫を施した。この見せかけのファサードは有名なテラスハウスに沿って連続した外観を作っている。ファサードは5フィートの厚みがあり、その後ろでは 本来の1階に当たる部分に線路の上に開けた穴がある。ファサードには灰色に塗られた18の窓があるほか、正面のドアには郵便受けも設置されていない。1930年代、いたずらでチケット代12人でレンスターガーデンズでのチャリティブ東海を催すとの知らせが発表された。イブニングドレスを着込んで会場に向かった客たちは、 住所が偽のものだと知ることになった。このファサードは BBC のテレビドラマシャーロックにも登場する。シーズン3第3話の最後の誓いでシャーロックとメアリーが退治するシーンで用いられた。ウィキメディアコモンズにはレンスターガーデンズに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。